5番が35番は、イギリス出身のギタリスト、ギター講師。エイジアでの活動などで知られ、近年は、自身のバンド、ジアリストクラッツや、スティーブン・ウィルソン、ハンス・ジマーのサポートなどで知られる。父親の勧めで3歳の時にギターを始める。はじめは、D コードしか抑えられなかったという。正式なギターレッスンを受けたことはなく、すべて独学でレコードを遅くしたりしたものを、 聞き取りながら、ギターを練習したという。大学を出た後に、その耳コピ能力の高さを活かし、考えつく限り一番難しいものを再布しようと、重いショーン・レインの曲を再布し、ギター雑誌、ギターテクニクス誌に投稿し、採用される。その後、音楽大学や音楽学校で講師として活躍。2冊の教則本を記す。2001年に、エージアのアルバム、 オーラのレコーディングに参加。ここが大きなターニングポイントとなる。2004年のアルバム、サイレントネーションにも参加。その後、同じくセッションに参加していたジョン・ペイン、ジェイ・シェレンラと GPS を2006年に結成。アルバム、ウィンドウ・トゥ・ザ・ソウルを発表。同じく2006年の8月に、初のソロアルバム、エロティック・ケークスを発表。2011年には、ブライアン・ベラー。 マルコ・ミンネマンとジ・アリストクラッツを結成する。これまでに4枚のスタジオアルバムと3枚のライブアルバムを発表しており、来日公演も果たしている。ポール・ギルバート、スティーブン・ウィルソン、ハンス・ジマーなど、他のアーティストとの共演歴、サポート歴も多い。幼少の頃は、父親が所有していたジミ・ヘンドリックス、クリーム、ビートルズ、エルビス・プレスリーなどのレコードを聴いて育ったという。 ジャズブルースを基調としながらも、ロックやプログレなど、幅広いジャンルを得意とする。また指板を縦横無尽に駆け回る即引きなど、テクニックのレベルの高さは他に類を見ない。他にも、スラップやスライドギターなども、得意とする。ジョー・サトリアーに、ポール・ギルバート等からも、高い評価を得ている。2005年に、ギター・テクニクス誌で発表された読者からの投票で、 選出されたベストプレイヤーをそれぞれのプレイスタイルを真似て演奏した曲、フーズベ Best では、その幅広い音楽性と高い表現力が確認できる。ギターソロなどでは、右足の付け根にギターの下部を乗せて弾くのが癖。エイジア時代にはアームのついたポールリードスミスを使用していたが、その後、スアとエンドース契約を交わし、使用し始める。 スアからは3種類のシグネチャーモデルが発売され、ボディザイやネックジョイントは異なるものの、HSH のプ配列、510トレモロ、24、フレット、ダイレクトスイッチ、トロマルノー、などの共通の特徴を持っていた。2012年頃からスアではないギターをステージで使用しているケースが見られ、ネット上で物議が出始めたことを受け、本人が公式に、 スアとの契約が終了したことを発表した。理由はビジネス上のものであり、スアとの間に何か不都合があったわけではないとした。同時に契約をしているわけではないもののチャーベルとギターを現在開発中でありそれのプロトタイプを使用していることも発表された。その後2014年のナムショーでこのギターが正式に新しいシグネチュアモデルとしてチャーベルより発売になった。 他にも美自製のフレットレスギターも使用する。エフェクター類などは TC エレクトロニックをはじめとして多種多様なメーカーのものを使用するが、ペダルボードにはほぼ確実にオートアウトルーパーが入っている。ブースターを入れていることもあるが、歪みに関しては基本的にはアンプで作るという。アンプはかつてはコンフォード安アバジャーを使用していたが、現在はビクトリーを使用している。 ホーリンラブアゲーンウィズポール・ギルバートザ・メトル・サックス・インタビュー。2015年7月31日閲覧。スティーブン・ウィルソンガスリー・ガブーンツーシュレット・オアノット・ツーシュレット。2015年7月31日閲覧。リー・リトナーロック・ストリング・セオリー。ディスクックス。2018年11月13日閲覧。では、ベジョナ・ゼンチョリー・リベス。 2017年4月13日閲覧。ゲストミュージシャンズ。ニューアリアンアルバム。2016年12月29日閲覧。ありがとうございます。